い、どうもこんばんにちは、ゆうたろうです。今日もね、前回に引き続き家でできるパルクールのトレーニングをやっていきたいと思います。今回は家でできるバク宙の回転のためのトレーニングを紹介します。バク宙を練習するときは、しっかり回るときはマットの上などでしっかり練習してください。今回は、ね、補助的になる動きの練習のためのトレーニングを教えていきたいと思います。早速やっていきましょう。横になってもらって、背中と床に隙間ができないように背中をつけてください。こういう風に反ってはいけません。反らないでしっかりついた状態で足を浮かせて伸ばします。そこから足を上げる腹筋をしましょう。これ10回ぐらいしてください。で、それができたら膝を曲げて持ってくるんですけど、持ってくる時もずっと腰は反らないでください。で、できたらもう少しケツまで上げる。こういう風に。これも10回ぐらいやりましょう。で、あとは伸ばした状態からケツを持ってくる。伸ばした状態からケツを持ってくる。最後、手を伸ばした状態から持ってくる。手を伸ばした状態から持ってくる。これはね、一番大事なポイントは、腰反りすぎるとジャンプの時にも痛めてしまうので、しっかりお腹に力を入れて腰の隙間ができないように、まずこの姿勢ができることが大事です。もしね、それが難しかったら、最初は膝を曲げた状態で全部の動きやってもらって構いません。はい。最初にも言ったんですけど、バク宙するときはマットの上でしっかり練習してください。じゃないと首から落ちたりとかしたら大怪我するので、今回は、家でできる回転をつけるための練習方法を紹介しました。という感じで、明日もね、こういうように家でできるトレーニングを上げていくので、またチェックしてください。次回の動画でお会いしましょう。